しばらくでございました。すっかり日焼けしてらして、あのモンゴルの遊牧民のところにしばしば行ってらっしゃるんですが、民主化が進んでいるのは飛行機のスチュワーデスのブラウスから透けて見えるブラジャーの、これが紐の幅だそうですがそうですね、だんだん細くなって、さっき言った時は、ね、こんなにガムテープかというぐらい、こんな最近は正しく細くなって、椎名誠さん楽しみにしております。皆様こんにちは、徹子の部屋でございます。今日のお客様は作家でいらっしゃいます。最近では映画もお撮りになる映画監督でもいらっしゃいます。で、作家としての、まあ、皆様よくご存知なのは怪しい探検隊、ご本人もなんか怪しい感じなんでしょうか、どうでしょうか、不安の方が大勢いらっしゃるんですが、息子さんに岳、山に登る山岳の岳ですね、あの岳とお付けになるほど自然がお好きな方でもいらっしゃいます。いろんな楽しいお話していただきます。椎名誠さん、今日のお客様です。どうも、よろしくもういい色に焼けてらっしゃいますけど、それは何焼けて？これはあの海の日焼けです。焼けてらっしゃいますでも本当にあの椎名さん自身は、まあ、怪しい探検隊で方々へ皆さんと一緒にね、怪しい方々といらっしゃるのもあるんですけども、あと随分ご家族皆さんが、奥様はなんかチベットへいらっしゃっちゃったまんまになってですねままなんですよ、もう今年の4月に行きましたので、もう5、4、5、6、7、5ヶ月ですか。あの、まあ、彼女昔からチベットがあの自分 の、 その一番の行きたい世界で、一人で行ってるんですけども、チベット人 の、 あのいわゆるあのポーターといいますかね、あの案内してくれる人、男の人5人ぐらいと、みんな馬であの旅してるんですよ。すごいですねチャンタン高原って言うんですけどね、高原って聞いたから、安心してたら聞いたら4500メートル以上だっていうんでね、富士山より高いんですけどね。すごいですね。そこをね、まあ、多分元気に行ってると思うんですけども、ともかく連絡ありませんので、ただ1ヶ月前にあの日本人の旅行家が、登山家がね、向こうに行ったらチベットで有名らしいんですよ。なんか日本人の女があのモンゴル人と、あ、チベット人と一緒に馬でずっと旅してると、で元気で颯爽とその馬でね走っていくところを見たという噂が風の谷に入ったんですけどもうじきねえなら三蔵法しかなきゃなってんじゃないかと思ってそう、でもそれは素敵なことですけど、まあ、ちょっと心配。そうですね、やっぱり、まあ、よその国ですのでね。でも4000メートルのとこ、そんなとこ歩きになって高山病みたいなものってのは大丈夫なんでしょうかね。もう何度も行ってて、その1ヶ月とか2ヶ月とかこう少ない期間で行っていて、まあ、半年以上の旅になってますので、だから慣れて。そうでらっしゃる。もう本当にお好きでいらっしゃるんでしょうね。そうですね。それであの奥様はそんな塩梅、それで息子さんの岳さんはアメリカ留学。アメリカ留学で、あのまあね、僕もつくづく変な家だなと思ったんですが、先週僕は、ちょっと外国にね、まあ仕事でちょっと行ったんですけども、その時に彼はモンゴルに行ってたんですよ。その夏休みなんで。あの岳さん。岳が、あのモンゴル人でアルタンドッシュというね、あの狼打ちのいいおじいさんがいましてね。それと彼は友人で。夏はその人と一緒にキャンプするんだって言って、まあ、アメリカから直にモンゴル行っちゃったんですね。すごいです。アメリカはどちらですか？あのサンタクルーズというところですね。サンタクルーズってあります。で日本ちょっと寄っただけで、まあ、すぐ中国行っちゃったんですけどね。帰りにあのどうも僕とね5時間ぐらいの差で成田ですれ違ってるらしいんですよね。その時ね知ってればちょっとでも会いたかったんだけども、まあ、あの家に帰ってもあの袋がいないからろくなもの食えないだろうからって言うんで言わなかったんでしょ。お湯にならないで。じゃあ岳さんはアメリカ、モンゴル、アメリカっていうことでまた留学に戻ってなったってことですけど、お嬢様のヨウさん、ヨウはニューヨークの、ね、いつもいらっしゃる、現在も、現在も、ああそうです、他にいらっしゃらないで、そうです。でもヨウさんは絶対にご自分のこと書いたり人に話したりもう絶対しちゃ嫌っておっしゃってらっしゃるんですって。ちっちゃい時ね、あの女の子の方がなんていうかそういうことにこう悟いというか。でもこれあれですね、岳さんと楊さんですが、そうです、もう小さい時ね、あら面白いから可愛いのね。あの楊さんってまたこの楊っていう字は素敵な字で。葉っぱの葉でね。まああの大きくなって美しいなんてついてるとね、美しくないとかわいそうなんで、葉っぱだったらいいでしょうって言うんでね。ねえ、そうするとこんな風に美しくなるっていうことは、でも岳さんは面白いですね。こんな風で仲のいい兄弟だったですね。仲のいい兄弟、あ、じゃあまあ、 あのそのサンタクルーズとそれからニューヨークとに別れ別れでも勉強してらっしゃると、
そういうご家族だからはっきり言ってバラバラ。バラバラ。おじさん状態ですね、感じ。でもまあ皆さんそれぞれが本当にいい意味でこうつながってらしてね、自然がお好きといういろんなことに関心をお持ちになるというご家族であって非常にいいと思うんですけど、あの最初の作りになって映画なんですけども、岳の冒険っていうと。この岳ちゃんかと思ったらそうじゃないんですね。この岳は犬の岳で、あの前ここにお邪魔した野田智介さんが飼っている犬なんですけど、カヌーに乗ってる犬ですね。乗ってる犬ですよ、ね、有名ですよね。カヌーに乗ってる犬で、野田さんと一緒に、あの長良川の河口関の反対の時もいつもあの犬も一緒に行きましたよね。 その岳はね、あのもう 僕の息子の岳とも随分親しいっていうか昔からの付き合いでね、その犬がその息子の岳とよく似てたんですよ。足が大きくて飯をたくさん食ってね、でだから名前つける時にあの君の息子の名前貸してくんないかっていうんでね、ただしカタカナにすると犬の方はね、それでねどうぞっつって、あの、で同じ名前なんです。そうかそうか。じゃあ野田さんが犬の名前をつける時に岳っていう名前をつけたいと犬に、 そっちがあのこちらの墓地の方が先だって先ですまあそうなんですね、すだちがまあ古文の岳になって、それでその岳の冒険っていう犬の主役の映画を作りになりまして、それから犬作って、その次今度あの海空、はい、海空サンゴの言い伝えっていう、サンゴの言い伝えを舞台にした、そうですね。それは随分水中の撮影があって、魚が今度は主役ってことないですけど、まあ人間と魚とね海でしょうかね。そうですね。それから次がアヒルの歌が聞こえてくる、これはあのまあアヒルと人間だから犬で魚でアヒルっていうところまで来て、でその次が、白い馬というモンゴルの遊牧民、今度 の馬なんですけども、あのそのモンゴルの遊牧民のお話なんですけど、さっきちょっと伺いましたんですけど、その民主化が非常に進んでいると、それはあの飛行機のモンゴルの飛行機の中のスチュワーデスのブラジャーの幅でだんだんその民主化が分かってる。ブラジャーばっかり見てるわけじゃないんですけどね、たまたまね、その本当に背中にこうあれ反対につけちゃったんじゃないかと思うくらいね、幅の広いあのあったんでね、後ろギョッとしたんですよ、そしたらまあその製品が悪くてソ連から入ってくるようなもんだったんですね。それで5年後に行ったらね、もう本当にお化粧も綺麗になっちゃって、でブラジャーもちゃんと普通の細いやつでね、女の方がやっぱり里いわけで早いんですよ。男はねぼーっとしてますからね、相変わらず同じような民族着てねぼーっと歩いてますけどね、民主化はだから女から激しく始まるんだなと思いましたね。なるほどね、そうですね。それとそういうふうにあのやっぱり化粧品とかなんとかってやっと手に入るものとか国が作って配布するものっていうのをみんな使うから、そうなんですよね。だからブラジャーもね、あの私もソ連に参りました時にね、泊まってたあの仕事で行ったんですけど、泊まってたホテルの人が全部ホステスかと思ったんですよ。目の前に全部青くしてるからでね、あんなホステスの人がねいっぱい泊まってるホテルでどうするのかなと思ってたら、そうじゃなくてあのちょうどあのなんですか、青いアイシャドウが国で作って売り出されたから、みんな同じ色買って、その頃ね下にも青いのつけるの流行ってたんですよ、世界中だからね。パンダみたいに全部青くしてみんなが同じ色で、怖いですよ。怖いですよ。でもその時に私びっくりしましたね、国が作ってるってのはこういうことなんだなって思いましたけどね。僕も今から10年ぐらい前にソ連に2ヶ月ぐらい行った時にね、あのパンストですか、あれをすごく喜ぶから、お土産に渡した方がいいと、あのサービスが良くなるって言うんですよ、ホテルの人がね、それで行った時にメイドさんにすぐ一つあげたわけです、そしたらねトントンってドアノックされて、あの中年の女の人が入ってきてね、なんか言うんですよ。ほんでこうスカート巻くとなんかするんです。なんか怪しいな、なんだろうこれはと思ってね、そしたらそれは私もくださいっていう人でね、であげたんですよ。そしたらまた次またトントンってきて、ね、気に入らないんですよ。それであこれはいけないと思ってね、なるほど、人にお上げになるとね、まあ、そういうことは、それも国で作ってないんですから売ってないのと、もうそれはいろんなことでは、日本はもう本当に過剰包装って言いますけども、まあ、随分前ですけども、そのソ連時代に行きました時にデパートで買い物すると包んでくれないで、剥き出して物をくれるんですよね。剥き出して物持ってデパートの中歩いてるの怖いんですよね。万引きしたと思われるんじゃないかと私たちは思いますでしょ。だからこれ万引きしたと思われると困るんですけど、いや万引きの人いないですから、絶対それあなたはもう買ったから持ってるって誰も疑いませんって言われたんですけど、剥き出して持ってったんですけど、ね、やっぱりそういうところ、紙はなんかもったいないとかね、まあそういうこと、まあそれはともかくとして、そのモンゴルの遊牧民の人たちがあの随分この何年間ずっと通いになって、民主化が随分進んでるっていうか、随分改革行われてると思いになったんですね。例えばあの
新聞なんかもですね、昔はまあ、国家が出している新聞が一紙だったんですけども、今はもう400紙ぐらいあって。400紙、それもまた多いですね。でもまあ一紙がね、それこそ1000部ぐらいの新聞がざらにありますので、ただその毎日10紙生まれて毎日10紙潰れてるというような状況だったんですね。で、ラジオもどんどんその例えば土地のね、個人所有を認める法案を何とかしろとかね、しょっちゅうこう激しい動きがあって、明治維新を見てるような状況がありましたね、一時期。あの辺りっていうのはどういう方たちが住んでらっしゃるんですか。どういうってどういう国のか、あそこなんかいろんな方たちがいらっしゃるとかありますよね。ありますね。まあ故郷が土地を土地でつながってますのでね、ただ基本的にはモンゴロイドが主で、だいたい日本の、土地面積のですね4倍なんですよ。そこにウランバートルっていうところから行くんですか。ウランバートルから行くんですけどね、ウランバートルが4分の1ぐらい住んでいて、あと4分の3が日本の4倍のところに散らばっていますからね、超過疎の国ですよ ね。 なるほどね。人口220万人です。220万人、じゃ まあモンゴルも、日本では昔はモーコモーコですね、言いましたね、まあ、モンゴルの方たち。ウランバートルに住んでるのはモーコの人も住んでるって、ロシアの人、ロシアもいますね。中国もいますね。あの辺って本当に不思議な。そうですね、有明の人もいますしね。ウルガっていう映画ありましたね。いい映画でしたけどね、あれ大体同じようなところでお撮りになって。ウルガはね、内モンゴルなんです。ですから中国領モンゴルですね。そうですか。あれロシアの監督が撮ったんですけどね、有名なニキータ・ミハルコフ。ミハルコフですね。ウルガってあれなんですね、馬を追う棒、紐のついた棒、ロープのついた棒。おかしいですよ、あれウルガって言うんですが、男の子と女の子が草原でいいことをしてるときにはそれを立てておくんですね、というふうに言われてるんでね、聞いたんですけどね、本当そうなんですかって、そしたらね、いやそんな面倒くさいこと今はしない。じゃあ前だったんですけど、ミハルコフさんはあそこを残しておきたいというのでね、やっぱりそういうロマンを感じたんでしょう。そうでしょう、あの時に私見ててね、こんなにいっぱいいろんな国の方々がねこの辺のところいらっしゃるんだなと思って面白かったんですけども、まあ、景色の広々としたところで草原っていうんですか、ああいうのって、それはね、日本にないですからね。僕が最初モンゴル行って感動したと感心したのは、地平線はまあ初めて見たわけですよ、草原のね。であれはなんてモンゴル語で言うんですかって言ったら、モンゴルには地平線っていう言葉はないんだと。それに代わる言葉でね、天境線っていう言葉は天の境の線ですね。天の方がもう主役になっちゃうっていうね。ああスケールがまあ本当に日本と比べ物にならないんだって、その時にね。天が、天のポイントの天じゃなくて、空の天が、空の天です。天境線、天の境の線ですね。すごいですね。日本は地平線ってそうですね、地面を境にしてるんですけど、天境線、天境線すごいですけども、でそこで映画を撮りになってらっしゃって、その小さい少年の白い馬という映画で、でもこれとっても可愛くできてる、いい清々しい綺麗な景色と、まあ遊牧民の、本当の遊牧民の子供をに出てもらいましてね、まあ、なかなかいなくてね、700人ぐらいの子供に会ってようやく見つけた素晴らしい天才と言っていいぐらいのね、演技も、演技もどうしたら流してる風なんか言えるんでしょうね。でね、僕は驚いたんですけど、またそれもね実に感心したんですが、7歳の子なんですよ、その子はね。それで撮影したのは5月6月7月だったんですけども、モンゴル語に書かれたシナリオを渡した時にですね、字が読めないって言うんですね。で親と思ったんですが、モンゴルは9月が小学校入学なんで、まだ入学前なんですよ。でこれは読めないと当たり前なことなんでね、日本のレベルで考えるとね、日本はもう小賢しくもう4歳5歳ぐらいで字を教えたり英語を教えたりするじゃないですか。そういう感覚で言うと、何歳で読めないのは異常なんだけども、変ってことなんだけど、でも実際は7歳で読めないのが正しいんだ、日本が異常なんだっていうことにね気がつかされるっていうこと、そういう素朴なね。ちっちゃかったから、まだ小学校に上がる9月よりちょっと前だったんで、まだ字は習ってないということで。そうなんです。この右の子が一番青いのかぶってる子はそうですよね。ですからセリフは全部口移しで記憶してもらうんです。この可愛い名前なんですね、本名が。バーサンフーというんですね。バーサンフー。あれ全部口移しなんですか。そうなんです。でもよかな長いセリフをね、本当にあの子が言ってるように見えますものね。
あの本当に勘のいい子でね、あの気持ちが分かる子でね。あの子探すのに、なんかどっか行っちゃって、あのそれこそ晩餐風知りませんかってずいぶん探して終わり気になったんですって。あの助監督がね、あのなんかいい子がいなくて探すまで、あのもう帰っちゃダメって言ったら、もうずっとモンゴルにいて、で一人いい子がいると。でその子はたまたま変な妙な縁があるんですけどね、僕が2本目に撮った海空さんの言い伝えという映画が、ハワイの映画祭とインドの映画祭に招待されたんですね。でインドの映画祭にはアジアの映画だったもんですから、モンゴルからも映画が出品されたんです、でその出品されたモンゴルの映画が、あの僕はモンゴルの子というドキュメンタリーで、4歳の子供が、まあ、留守番していて一人で、まあ、動物の世話するって可愛い映画だったんですよ、で実はその子がね、その4歳の時の晩餐婦だったんです、ですから僕はね、その名前聞いた時に知ってたんですよ。でもう今はもうあれから3年経ってから7歳になってると、で遊牧民だから、そのどっかにいると、じゃあ探してくれって言ったんですけど、もう遊牧民って住所がないですから、探すのにね、その人に聞いて、しませんかって言うと、いや2ヶ月前に見たことがあるとかね、西の方に行ったとかね、これでなんか馬乗ってんの見たとか、そんな感じなんでしょうか。でもね、3日あちこち探し回ってやっと見つけてきて、あそう、また馬に乗るのうまいんですね、あの子たちは、私実はね、あの夢が昔はまあ競馬の騎手になるのが夢だったもんですから、あのこのね、モンゴルの子供たちは小さい時から馬に乗るって話を聞いてですね、あのある日休みを取って、本当は誰も知らない時あそこ行って子供たちにね、あの草原で馬乗るのを習おうって実はずっと思ってたんですよね。でもあれ見たらちょっとすごい。でもあれでしょうね、志田さんは随分馬お上手で、一緒に随分あの子と一緒に乗って、僕はあの日本で乗馬習ったことないんですけどね、外国で10年ぐらい前にからね、あの旅の手段として乗んなきゃいけないと、で向こうに行かなきゃ、その落ちたらお前がいけないんだっていうふうな教え方されましたので、だからきちんとした乗馬の仕方は知らないけども、どんな馬でも乗れるという一応。じゃあ日本人でもこんな上手な馬に乗る人がいると思って、バンサーフも尊敬したんじゃないかと思いますけど、あの向こうのモンゴル人は馬に乗れないと男じゃないんですよ。もうそれが第一条件なんですね。なるほど、で、あのいろんな遊牧民見ましたけどもね、4歳ぐらいの頃から乗せますので、4歳だったらこんなもんですよね。でお父さんが馬のクラウドに乗っけてあげて、そして兄弟たちがいっぱいいますので一緒に競争しようと、そうするとね、まあ、ちっちゃいですから、あの手があの手綱から離れちゃいけないんで、手綱に手をぐるぐる紐で縛るんですよ。それからクラウドにも体をね、落ちちゃいけない、ぐるぐる縛りつけるんです。でムチも手で紐で縛りつけてね、もうぐるぐる巻きでね、もう人馬一体とはこのことだと思ってね、笑ってしまいましたけどね。で兄弟たちが走りますから、そのあの乗ってる子供が乗ってる馬も走りますよね。だから嫌おうなしにもう4歳でも50キロ60キロの疾走を経験しちゃうんですよ、もうぐるぐる巻きのまんま で、で冬も見たんですけどね、あの冬ももうマイナス30度ぐらいでやるんですよ。で4歳ぐらいですと、あの冬はね、水っぱな花が出るんですよ、こうね、で花を垂らしながらね走りますからね、ゴールした時なんて花がこう左右にバーッと飛び散って凍っててね、かっこいいですよなるほどね。でも本当に日本とは違うなと思うのは、ああいう本当に何もないところで、お家はゲルっていうお家だし、すぐこうあの1時間ぐらい、1時間ぐらいであれバラバラになるんですか。そうです、1時間で解体できて、2時間ぐらいで組み立てられるという、まあ、あの遊牧民というのはね、あの元々遊牧してるわけですから、家も荷物もできるだけ持ちたくないという、日本とちょうど逆にいるというね、すがすがしさに惚れましたね。ねえ、そして空の星もねえ綺麗で、星はあのもう世の中にこんなに星があったのかと思うくらい、もう嫌になるくらい出ますしね。私あの天文学がわからないんですけども、あのすごい、私この間ちょっとザルツブルグっていうところ行ったんですけど、あそこもね、ほとんどね空の黒いところと星と同じぐらいに見えるんですよね。だからほとんど星 で、うん、であの黒いのが間に見えるっていう感じなんで、日本はあの所々しか出てないでしょ。だから私がね、みんなにどうして日本は所々しか星が出てなくてね、ザルツブルグがこんなにいっぱい出てるんだって聞いたんですけど、あれどこも全部同じぐらい出てるんですって。そうですね、見えないだけですね。見えないってもこんなに見えないってでもありますかね。こんなに見えなすぎるってやっぱりその国が異常だと思うんですよ。いろんな国行くとね、日本だけですもの、こんなに見えないのは。やっぱり日本がやはり汚れてるんでしょうか。本当にね、私ね初めてね、もうみんな言ってましたけど、天の川かなんか全部見えててね、ほとんど空一面星なんですよね。そうですよね、全あのプラネタリウム行ったみたいに、絵みたいに。でも日本は あの時とこの時とってバラバラに出てたけど空一面全部びっちり星が出てるはずなのに、モンゴルもそうですよね。だから宇宙観が随分違うと思いますね、星の見えてる国民と見えてない国民とね。そうですよ、だからあれを毎日見てる人たちと、空一面の星を見てる人と、ところどころにしかない星を見てる、
でも日本昔からなんか私子供の時からそんなにいっぱいなかったように思うんですけど、昔はあったんでしょうかしら。昔はあったんでしょうね。でも日本はやっぱり海に囲まれてるので海水の蒸発ですか、あれはやっぱり相当あの閉ざしてるでしょうけどね。そうでしょうね。なんか空いっぱいに星がいっぱいにベタベタにあったっていうのは見たことないように思いますね。でもやはりあのモンゴルの方いらっしゃるとそういう感じの中でみんな暮らしてる。そうですね。さっき言った天境線というね、その夜もまあ天境線が分かるわけですよね。で僕は羨ましかったんですよ。つまりその天境線というとてつもない広い視野を持った国民ってね。で日本にはそういうものないのかな。日本はまあ関東地方が平野ですからね、もうあの端っこ見えてしまうぐらいですから。でよく考えたらね、日本は海に囲まれてる国ですから水平線があったんですよね。それにこう誤するものとしてはね。ところがみんな海見てないですね最近は ね、 なるほどね。海岸線があのもう壊されちゃってるし、ね、生き物がいないあんまりいないですしね。私遠くのがよく見えないですね。あね、そうですね。だからそのなんて言うんだろうな、あのアンビシャスっていうのかな、そういうものを抱きにくくなっちゃっているね状態って、やっぱりその国の状態に出てきちゃうような気がします ね。そういう素晴らしい中で撮影をなさって白い馬っていうのを着々とお撮りになっていらっしゃったんですが、4ヶ月ぐらい撮影そのものは2ヶ月間ですね。で、集団で集団生活しながら。あ、でも2ヶ月、でもまあ何年もかかって5年ぐらいですか。延べ5年がかりですね。がかりでね、お作りになって、そしてそういうあの本当に素晴らしい人たちの中に囲まれていいんですけど、私たちは通信っていうことにすごく慣れていますが、通信という点になるとやはりなかなか大変だそうです。それはね、一番あの現場で苦労したことなんですけどね、電話はないんですよ、まあ、あるんですけど、それは都市部の話でね。で電話と住所がないっていうことはね、その連絡っていうことに対してどのくらい必要なことかっていうのはね。遊牧民だと住所ないですね。ですからね、あの例えば撮影するときにあの200キロぐらい離れたところにあの移動するんですけどね、あの向こうの土地の天気予報が分からなくて集団で100人が移動するんです。もうそれはもう賭けなんですよ。でも何度もそれはね失敗があったんですけどね。映画館の撮影するために行ったらばその日は停電だったとかね。でもあの何ですか、あの群衆シーンなんであの300人ぐらい人が集まっちゃってる、もう二度目は聞かない、どうする、電気がなくてどう映画を上映するんだ、もう常にその難題難題が来るんですけどね、結構なんとかなるものですね。でもここでなんか飛行機が着陸してくるシーンをお撮りになるって時、飛行機は全然待っても来ないんですよ。全然来ないんですよ。その日はみんな上向いてましたね。パックを待ってましたね。で来るのか来ないのかってどうなったんだっていうのを、気候にももう何百キロも行かないとわからないんですってね。で結局馬飛ばして誰か何百キロ行ったんです。行ったんです。でも行ってもね、その連絡をじゃあどうするんだっていう。あ、向こう行った人は今度、もう出たそうですとか出るそうですが、またこれがそうなんです。まあ、私たちはね、こうファクシミルとかいろんなものでどんどんね、もうもちろん電話とかいろんなものは携帯とかいろいろ行ってますけど、そういう方々もいらっしゃって、でも撮影はでもそれでもうまく。あの水もねなくなってしまうとかね、あの燃料がなくなっちゃうと、でみんな座ってる、まあ、あの野戦病院みたいなテントを作ってですね、集団で食事するんですけども、椅子が木を切ったそのこのくらいの丸い椅子なんですね。でも燃料がなくなってきますとね、だんだん椅子がなくなってくるんですよ。そうですよね。だんだんみんな地べたに座る。でもあのお別れになんかご褒美っていうか、いろいろお考えになってけん玉その子に、あのさっきのバーンサンフーっていう少年にね、本当によくやってくれたんでね、あの可愛いですね。だからあのこれが日本のね非常に伝統的なあの遊び道具なんだよつってけん玉をあのあげたんですね。ものすごく喜んでね。それでその子はあの お父さんがあの1年前にぽっくり病で亡くなっちゃったんで、あらあら、おじいちゃんのところにいるんですよね。で彼は長男なんで、お父さんの遺産継いで馬30頭と羊200頭ぐらいをの持ち主なんです。で自分でその面倒見てるんですけどね、おじいちゃんにあの日本の監督の椎名からそのけん玉もらったって言ったらね、おじいちゃんがなんかそのお礼をしなきゃいけないと。でその椎名は2月に絵が完成したらあのモンゴルに来るらしい、じゃあその時にねあのうちの方に呼んでお礼をしよう。そのお礼は何だって言ったら、あの馬を一頭ね僕は冗談だと思ってたんですよ。そしたらね本当にねきちんと儀式でくれまして、白いけん玉の馬なんですよ。で白い種馬でね、あら名前がシーナって言うんですけど、そう可愛いですね。それで僕はねやっぱりけん玉と馬とで、ね、ちょっと日本のおじさんとしてはねこう釣り合いが悪いですから、あの詐欺状態その少年にね、あのなんか欲しいものないかと他に、そしたら彼
彼がちっちゃな子下向きながらね、おじいちゃんがね、その電気を欲しがってるんだって言うんですよ、で電気って言ったら、うん、ヤマハって言うんですよ、でヤマハってなんだって言ったら、あの発電機のことを言うんですね、あの発発という、あのガソリンでこう起こす電気、発電機ですね、それ欲しいで聞いたらば、ウランバートルで、まあ、7万か8万ぐらいで買えるんでね、じゃあ馬とね、あのちょうど祭りはいいですから、うん、それをあの帰りにプレゼントしてあげてきたんですよ、馬はどうなったんですか。馬はね、まだあの運ぶのが輸送が大変なんで、一応預かっててもらってて、で今年の11月にまた行く予定なんです。ただその発電機の帰りがけにちょっとかっこよくね、僕が去って後で届けをやりましたので、今度行ったらおじいちゃんがね、また発電機のお礼で今度はラクダをあげるとか困っちゃうんですけどね。そうですか。でも本当にね、映画ご成功するといいと思いますけれども、これはあの映画あの持って終わる気になって椎名さんが講演なさったり、随分なところでもうすでにやってらっしゃって、あの、まあ、あのゴールデンウィークにね、あの東京をはじめ全国の大きな都市の映画館で、あの1ヶ月か1ヶ月半上映したんですが、ロードショーね、その後そうでない映画館がないところに、まあ、フィルムを持って回るのは私たちの、まあ、コンバットツアーといって恒例のものになってるんですよね、で、まあ、全国もう半分ぐらい行ったんですけども、みんな要するに秋になるとね、そのサーカスがやってくるみたいな感じでね、みんな待っててくれますので、ね、あ、そうですか、じゃあ白い馬が行きましたら、あと、まあ、随分九州とか那覇、まあ、那覇と沖縄ですけど、北海道、また東京にお戻りになって、九州、東北、四国とか、随分これからもまた回りになるんですね。まだまだ、1ヶ月以上旅芸人をそうですか、白い馬です。ちょっとコマーシャルです。白い馬の最後は、あの晩餐風がみんな子供たちの一緒のレースに、ナーダムという少年少女競馬でね、そうですね、28キロ直線レースをやるんですけど、すごいですね本当にそこのとこ本当山間です。本当にあの空気の中をあの速度で、あ、自動車で移動して撮ったんですね、こっちは。そうなんです。そうしなきゃね、やっぱりでもね、それにしても綺麗な撮影でびっくりいたしましたけど、さて、椎名誠さんの代表作というか、怪しい探検隊っていうのみんなとっても好きで、シリーズになって怪しい方たちとほぼいらっしゃる、怪しい方たちのうちにお二方はもうすでに出ていただいてるんですよね。あの犬とカノに乗ってらっしゃる方が野田智介さんで、エッセイストでいらっしゃいますね、それから中村郁夫さん、水中カメラマンでいらっしゃいますね、それから両方ともお写真があるので、ちょっとご紹介しましょうかしら。はい、野田さん、それから中村郁夫さん、メンバーですね。そしてあのこの方水中カメラマン、そして沢野さん、仁さん、イラストレーター、この方までおいでいただいてないけど、あ、そうですか。その方と椎名さんとが主に中心人物なんです。そうですね。あと木村慎介というあの弁護士、あとお医者様とかいろんな方がいらっしゃるんですよね。でこれ怪しくないと入れないんですよね。いや、そうですね、大体ね、基準はどのくらい怪しいかと。でも随分アフリカにいらっしゃったりとか、いろんなね、冒険なさるんで、まあ、探検なさるんですから、あのもうなんですかね、 あちこちでいつもあのずっこけてますよ。でも入れてほしいっていう方が多くて大変なんですってね。そうですね、ただその怪しさがね、やっぱり相当そうなんですってね、これ相当怪しくないと正しい目をしてちゃダメですね。正しい目をして、それから正しい行動をしようとか、正しい行動、そういうのはダメなんですってね、正しい考え方はダメですね。だから今日行くんじゃないのとか、今日行こう、ちゃんとスケジュール立ててどうしようとか、そんな人いたらもうダメなんですか。ダメですね、だからなかなかところの基準あと基準とか条件は何なんですか。特にまあないですね。お酒がどのくらい飲めるかとかですね。あ、それでお酒飲んだらあとだらついてないといけないんですって。そうです、きちんきちんと次の目標を持った人なんかダメですねでもそうかと思うと、その筋の専門家がいらっしゃるんで、お医者様でも何でも何かにつけて便利な。そうですね、弁護士さんもいらっしゃるんですか、ね、何かがあった時に、そういうことはあるんですけども、でもあれなんですって、そのお医者様がこんなに酒飲んでると脳の細胞がとかっておっしゃったんですね。あのね、突然ね、言われてね、みんな緊張しましたよ。もう1日にね20万個ずつ細胞がね流出するんだっていうことを初めて教えてくれましたね。お酒飲んだら、いや、お酒飲まなくてもね、だいたい年を取ってくると。そうですよね、崩れてくって聞きますけど、1日に20万個出ちゃうっていうんでね、みんなもうあっとしてね、もう20万個でどうしようって、これしちゃこうしてやらないと立ち上がりましてね、なんとかしようと思ったらどうしていいか分かんないです誰かがね、頭がキュッときつく鉢巻き締めたらどうだとか言うんですけどね、ダメだ、出ちゃうって言うんですね20万個で、それは補填の効かない垂れ流し
流出する一方。そうなんですってね。なんかもう25過ぎたらそうなるって聞きましたけど、嫌ですね、人間ってせっかく一生懸命やってるのにね。そんな、でもまあもうすごい数あるんでしょと思うんですが、星の数こそって言うんですけどね。でも日本の夜空みたいになってしまう可能性があります。そうですね、そうなったら変ですけど、まあ当分この怪しい探検隊はずっとまたお続けになるんでしょ。でもあんなに面白い生活なんですか、あれもう本当に生活してらっしゃるんですよ。そうですよね、悲しいけど。じゃあ白い馬の旅もご成功祈ってます。